はい、こんにちは、ジャマです。今回は、将棋を全員やっていこうと思います。ということで、絶賛連敗中ですが、行ってみましょう。よろしくお願いします。まあ、とりあえずね、時間なくて負けちゃうのが多いので、しっかりね、時間を、ある程度残して、やっていきたいかなというところですね。さあ、行ってみましょう。相手も結構時間使うタイプか。だとすると相性はいいような気がするぞ。とか言ってそういうの全然関係なく普通に強い人っていう可能性もあるけどね。うーん、どうなんだろうな。さあ結構考えてくれているが、まあこれどうなんだ、引き続きポが前に出てくるか、角の方からやってくるか迷ってんのかなというとこですかね。意外だな、ここでこんなに時間を使うなんてちょっと意外なんだけど、これはまさかこのまま、打ってこなくなるなんていうパターンじゃないだろうな。うん、やってきた。これ角一旦前に出て、でトレードは避ける方針で行ってみるか。おっと、真ん中つついてくる。うーん、じゃあこっち行ってみる。そういうことか。まあこっちつついて行ってみましょう。さて、お、なんかでも時間でリードしてるのが初めてで嬉しいね。ちょっと待って、何か守った方がいいかな。あー、ただこういうとこの守り方よくわかんないんだよな。まあ一応金玉で玉の上にかぶせて守っておこう。でそっちから来る、これはつつくと取ってくる、こっちも取る、で一回追い出されて、これここにしてみよっか。これで真ん中つついてこれないだろうと、行ってみましょう。さあどうする。角バックして、端っこ狙ってるよということか。それはどうすればいいんだ、ちょっとよくわかんないぞ。そうだね、こっちもバックするか。あーっていうか、まあこっちもバックはしなくてもいいのか。一応取られる心配はなさそうだから、むしろこういう感じかな。端っこは飛び込めないよと。あ、そこに来る。あーはー、両サイド狙ってるよっていうことか。両サイド狙ってるよってことだね。じゃあちょっとこっち行ってみる。これ飛び込んだらドカンでしょ。飛び込んだらドカンだからなんか守るはず。飛び込んだらドカンになるから守るよね。その後どうすればいい。ちょっと俺失敗してんのかな。わかんない。一応両サイド狙われてるっぽいから、こっちにやっておきますか。本当かなって感じだが、あー、まあ、ちょっとこっち行くか。さあこれで、
まあ角と角のラインは狙われ角と角のラインが一緒だから、これはどうする、取るとトレードになる可能性はあるか。わかんねえ。わかんないけど、トレードしてくる。トレードしてくるんですかと。トレードしてくるね。どっちで取る、銀か桂馬か。桂ちゃんで行くか。いや、わかんない、どっち、銀で取るか。銀で取ってみる。さて、なんか時間いい勝負だね、珍しく。で角がそっちから来る、角がそっちからやってくる。7分、真ん中をとことん狙ってるってことか。真ん中をとことん狙ってるよということみたいですが、いやー、わかんないね。ここだから出てっちゃっても横のラインは守れてないんだよね。だからこっち進めるしかないのか。あんまり嬉しくないけど、ここ守りましょう。ちょっと金と玉が離れちゃうな。トン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 。トン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 。一応2枚で、守ってて、相手も2枚だから、一応五分と五分な雰囲気は出てる。雰囲気だけかもしれん。ちょっと玉も動かしとくか。玉の位置をずらしていく。真ん中から突破してこようとしてるな。真ん中から突破してこようとしてるね。ちょっとじゃあその隙に端っことか狙ってみる。おっと、そこを開けてくる。そしたら一回角でつついてみたいような気もするんだけど、あ、でもそれやると銀が出ていけなくなるか。まずいいや、続いて、突っ切って行ってみましょう。あ、そういう感じ。わかんないな。ちょっと待って。俺がポー使えるのはそっちだけか。ちょっと一回こっち行ってみよっか。5分。ここアタックしてみる。ほっとく？あ、そうくる。これ一旦バック。あ、一旦バックだと真ん中突破されちゃうのか、もしかして。でも一旦バックだよな。あー、そっか。それはまずかったかもしれん。まずかったね。まずかったね。ちょっとこれ良くない。ちょっと待って。その銀どっか行って。
その日にどっか行って。ケイちゃん、ケイちゃん、でもこれバックするしかないか。ちょっと待った、やばい、いつの間にか時間が倍ぐらい使ってる相変わらずだな。ちょっと時間いいのかと思ったのに、全然そんなことない。角を追い出したいっていうか、そうか、まあでもあれか、取られたら金で取り返せばいいわけだから、これは問題なさそうな話だよね。うん、バック。そしたら、あ、そっか、こいつどかすのむずいのか。あれ手札がない、手札に何もない。あれちょっと待って、あれ手札に何もない、どうしていいかわからない。あれ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 、ちょっと待って、まずいちょっと待ってくれ、手札に何もない。ちょっとなんか右側で俺の主力たちがあんまり身動き取れないような状態になってる。待ってくれ待ってくれ、あれちょっと待って、まずいよ、ちょっと待って、どうしよう。角に狙いを定めるか、なんかそっちの方でごちゃごちゃやってる場合じゃない気もするんだが。3分、これは取る。取ったら、置いて追い出す。違うか。あ、そこから、あれでもこれ角の出口自分で塞いでない？こっち行くよ、その角矢じゃない、その角矢でしょ。あー、角そっち行く。ん？いや、バック。バック。いや、これ結局角下がらざるを得ないんだよ。多分。そうだよね。そこからどうしますかと。ポが使えるのはこの列だけ。2分30秒。あー、わかんない、ポで殴る、ポで殴っていく。取る。あー、うわ、やばい、時間がない。そうか、意味ないのか、マジ？ちょっと待った、2分しかないし、2分しかないのも困る。2分しかないのも困ってる。ちょっと待って、わかんない、どういうこと、どういうこと。あー、マジでわかんない、時間がない、2分しかない。ちょっとなんか右側でさ、俺の主力たちが身動き取れなくなってるのがかなり悲しいんだけど。角、でもこの角は別に動けないよな、動けないよな、とりあえず。この角はとりあえず身動き取れないはず。いやー、あー、これ取るの、取らないの、わかんない。あー、ダメだ、わかんない、取っちゃった。いや、取らない方が良かった、取らない方が良かった気がする。角突っ込んでくる。あー、そうか、置けないのか、ポー。1分30秒。うわ、待って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 、ちょっと待って、
ちょっと角どっか行って、角にはどっか行ってほしい。トビさん突っ込んでくる。わわわわ、これぶん殴って追い返す。時間ないし、時間ないし、こいつはこいつバックでしょ。さすがにバック、さすがにバックだよ。あ、バックしない、トレード。角か、角上げるって感じ。まあ、角で、いやどっち、いや角で取る。でこれで取って、さあこれで取って、もう一本の角にもぶち当たっている。もう一本の角にもぶち当たっている。ポでポで守る。あ、やべ、あ、時間がない、時間がない時間がないの、時間がないのですよ。ちょっと待って、どうして何してくるかが分かんねえ。避けた。あー、ちょっと待って、一旦取る、一旦取ってドラゴン。銀がいるんだよな。でも銀だとちょっと横からやろうにも金が邪魔してるのか。角で殴ってきた。あ、やべえ、わかんねえ。あれ、これは取れないか、逃げるしかなす。まずい。いや、まずいかどうかわからんけど、まずいかどうかは何とも言えないけど、このドラゴンでなんとかできないのか。30秒。あ、やっば、あ、ちょっと待って、余裕がない。こっちからトビさん上げても狙う、狙えてるかどうかはちょっと分かんないかもしんないけど、時間が十分にあるんだよな相手は。あー、ちょっと待って、時間がない。これはと、あー、逃げる。20秒。あー、やべえ、分かんない。取ったら取って、ただそうか、これでは、まあでも次金がゲットできてるから金を使って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、違うか、あ、いや横からか。10秒。ちょっと待った、分かんない、なんか違う、なんか違うな。多分なんか違う。あ、やべ、時間切れ。うわ、また時間切れだよ。もっとじっくり考えさせてくれ。5連敗中ですね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。